自分、エゴが現れれば、すべてが分別対象として現れ、自分が招待すれば、すべては分別対象としては招待する。私たちが謙遜に振る舞う度合いに応じて、結果はそれに見合って良いものになるだろう。私心、エゴを制御して、弱木を保持するなら、人はどこででも生きていくことができる。まあ、自分意識、エゴが強く出れば誰とでもぶつかりますしね。それを引っ込めれば、まあ、どういう人とどういう環境にいても、まあ、この空のようにね、絡むことができないんですね。空気に、どんなしつこい人でも空気に一生懸命絡むことができないでしょ。まあ、沢木老師が言っているようにね、赤ちゃんに恥をかかせることはできないっていうことですね。赤ちゃんにこのヘチャとかね、ブロトコとかね、このムチとか言ってもニコニコ笑ってるだけかもしれないしね。で、赤ちゃんに恥をかかすことができないっていうのはね、まず一つは言葉にね、反応しないっていうことですね。アホとかバカとか言われるとね、大人の場合にはその言葉を私はこう解釈しているという意味に従って反応します。まあ非常に腹を立てる人もいれば、お前こそアホやバカだとかっていう人もいるでしょうしね。まあよくで聞いている人は、あそうって言うかもしれませんがね。まあそうっていうのは何の場合でもいいと思うんですもんね。からそのエゴを強く出さないためにはね、どういう態度を保てばいいのかって、それはまあ一人一人の修行のしどころですからね。黙り込むとかね、あそうって言うとかって、あれこれ研究してみなきゃね。実験してみたらいいんですよ。そうやってエゴが招待していけば、ね、引いて引いて過疎くなって消えていけば、人はエゴがなければどこででも、ね、何の問題もなく生きていくことができるということを最後にマハルシは言っているわけですね。でマハルシのアシュラムでね、まあだいぶ昔ですけれども、そのマハルシが、まあ、昼寝できるようにね、昼食後午後2時ぐらいまでですかね、はそのマハルシがいたオールドホールに入ってはいけないっていう規則がある時できたわけですね。まあ周りの人がそうするわけです。でそこにあのイスラム教徒の人がやってきて、何としてでもマハルシに会いたいっていうふうにやってきたんだけども、その管理人たち、付き人たちがですね、2時まではバガバンは誰にもお会いにならないってこう、まあそこで遮ったわけなんですね。とマハルシにはそれ聞こえますから、ただマハルシがそのホールの中にいると会いに来た人が会えないんだって、マハルシが外に出て行ってね、岩に座って、そしてまあ質問あれば質問してもらえるように自分で設定したわけです。マハルシが一番偉いんだから、入れなさいって言えばいいんだけども、入れなさいとも言わないで自分が出ていくわけね、相手のためを思って。だからこの前19番のところで相手に親切に言ってね、いうのはそういうようなことです。ですから下脱した人は命令するんじゃなく、その困っている人がいればですよ、その人に一番いいような方法を選ぶために自分のその立場にこだわらないということなんですね。まあそういう実際のね、生き様からどうすればいいんだなって学んでいけばいいので、特にトークスね、あれにはたくさん出てますから、
まあ、中村さん、スペルチェックまたかけておいてね、終わったらね、うん、僕今暇ないんだよ22日までね、自分の作った教材のまだだいぶ残ってるんですね、今毎日見てるんですが、それやって、まあ来年ならできますけどもね、いろいろな英語関係のチェックとかね、一度目で追うだけでその後スペルチェックできないので、まあ暇あったらやってみてください。でヒントの方、ラマナ・マハルシが言っている弱目英語ですねを保持するなら人はどこでも生きていくことができる。で弱目とかね、静寂とかマウナとか言っているのは、マハルシが言っているのはエゴレスネスね、自分意識がないこと、それが弱目っていうことですね。で自分意識があって静まっていると思っても、それはまた心が騒ぎますから、自分意識がなければいつでも弱目あるいは弱情なんですね。行弱情、行願うんじゃなく弱情そのものっていうことですね。行弱情っていうのはね、静かな環境と自分の心が静まることを願うっていう修行者のレベルです。マウナ、マハルシが言っているマウナっていうのはもう逆情が達成された段階のことで、最終段階を言っていますね。ですから静まるっていうのはエゴがなければいいんだから、都会の中にいてもね、エゴがなければ、例えば都会のマンションに住んでてね、あるいは一部屋マンション借りてて、そこにいてエゴがなければね、都会のマンションであってもそこは弱情の場なんですね。田舎にいても考え事にね常時接続してたら、それは寛容の田舎なんですね。ですから都会であるか田舎であるとか、そういうことは最終的には関係ないんです、どこにいてもね。ですからエゴがあるかないかだけが、その弱目あるいは弱情の基準なんですね。まあエゴが 100% だったらどこにいてもそれは寛容の世界ですし、エゴが 0% だったらどこにいても弱情の世界だって、まあそういうことです。まあ人はどこでも生きていくことができるの逆は、エゴがあるならどこで生きようと苦悩がつきまとうっていうことですね。どのような環境がね、環境に恵まれようとも、まあ寛容の世界になってしまうっていうことですでしょうし、後者が私たち凡人の境界です。どこで生きようがね、まあどうなろうがいつでも苦悩がつきまとう、死ぬまでね、死んでからもまたそれが発現するわけですから、問題の所在ははっきりしているとね、それを解決するのが、問題の所在がはっきりしているっていうのはエゴにあるということですね。それを解決するのがアートマ・ビチャーラです。その解決法に熱心に取り組むことができないのは、それもまたね、実家バーサナーのせいなんですね。ですから、バーサナ、ヨガ・バーシスタで言ってるように、バーサナの中に、バーサナはあるんだけれども、基地、それから今日ってあるけれども、その基地ね、幸福に向かう、要するに誇りを少なくするような、バーサナ、まあ修行によってそういうバーサナを作っていって、最終的にはそのバーサナを破壊するっていうことですね。神、エゴレスネス。がお手と言ってくれても、凡人はそれに応じようとはしません。凡人とは調教の困難なジーワ、まあペットみたいなものを言うのかもしれませんということですね。誰でもエゴウレスネスであるセルフと共にあって、その上に上乗せのペットを乗っけてるんですよね。自分で飼育してるんですがね。だから神様がねお手って言ってもね、出さないで世間の方にお手を出すわけですね。エゴはね、お手、手を出す方向が違うわけですね。修行しててもあっちとこっちに一緒に出す人たちが多いしね、うん、手品使う人もいるしね朝原さんたちとか手品使い師もいるしね。
ということで、あとね、さっきの言いましたようにね、英語なら英語だけでずっと読んでいって、それから日本語なら日本語だけでずっと読んでいって、解説なしで、マハリシの原文、サルオムの注文なしでね、僕のヒントもなしで、原文だけ、英語なら英語、日本語なら日本語で何遍も何遍も読んでいってください。全体として何言ってるのか分かんないとね、見失うことがあるかと思いますので、いつでもね、まあ、詳しく勉強するときには注釈とかヒントを見ながらでいいんですが、それ以上に大切なのは、通して読むっていうことです。そうやって皆さんの修行のね、よすがにしていってください。以上で、サードゥ・オームのね、フーアムアイの、まあ、タミル語訳からの英訳、それを日本語にしたもので見ていったわけなんですね。まあ、結論はそのね、エゴウエスネスです。ヒントの下から2行目ぐらいに出てる、エゴウエスネスがないこと、自分意識がないこと。それが究極ですね。仏教で言ってる苦境っていうのもそこのことです。まあ、真の意味での神の国とかね、いうのもそこのことです。エゴウエスネスのことなんです。その他に神様がいるんですねって、そういうことではありません。以上ですが、何か聞きたいことありますか？不安は私は誰かに関してね。あるいは全般に関して何かありますか？分かりにくかったこととか聞きたいことがあればどうぞ。安久さん、何かあればお聞きください。もう最後ですので、安福さんだけじゃなくて誰でもね、なんかこれから一人で修行していく上でね、なんか分かりにくいこととか、何をどうしたらいいとか聞きたいことあれば遠慮なしにお聞きください。